t j の pvf は過ぎるんだろうが。うーん。なんかその件いろいろ話してんだよななんかでも別に話しちゃいけねえことじゃねえと思うんだけどさあれただでやってくれてんのなぜ、なぜそうなったかっていうと、その絡みのお金をドワンゴ1円も出してないはずなんだよ。確か予算がない。 ってことで。な、ぜかムラッシュと大井さんの事務所で折半して、その出すっていう。ちょっとよくわかんないんだよね。さすがにやばいだろ。ねえで、ね、そうだよな。<laughs> いや、俺もマジやばいと思うわ。いや、俺も、T シャツのお金とかってさ、どうだったんだってみんな気になるでしょう。ねえ、気にならない。 俺も気になるのね。<laughs> これ以上言えない。俺も気になるまでしか言えない。俺も気になる。俺も気になるな。あれも、だって、えけづないぐらい売れたらしいよ。ぶっちゃけた話。俺は、なんか、実際何枚売れたかって知ってるけど、マジかよって引くぐらい、でーってなったのね。<laughs> ちょっとさ。 いや、ちょっと、あれわかった、これ、あの、ちくりとかじゃなくてみんな聞きたいことあるんだけど、普通さ、加藤純一大石正石の T シャツってなったらさ、インセンティブの話とかで絶対あるじゃん。それないからだ。意味わかんなくねえか。それってさ、金残せよって言ってるわけじゃなくて、そういう話ってしてから売り出すもんなんじゃないのい意味わかんねえよな、それ。やり手おでだろ、なんか。 ムラッシュがダメなんじゃないいやー、ジャルさんもが頑張ってくれてたすげえ。ドワンゴの偉い奴全員連れてこいって言ったからマジで。俺が電話してやるからおめえらが言っ出た俺が電話してやるからドワンゴの偉い奴全員連れてこいって。言ってたわ。そ、あのー、俺とかさ、たぶん緑さんとかってったらいいけどさ、さすがに大石さんとかはマジだろと思わん、思わねえとかすげえよな。 いや別に一生なんとかないでしょ ?T シャツのお金とか水払わなくて一生って。<laughs> ならなくねえか普通。<laughs> ならねえよな。じゃあ俺、百歩譲って俺、野田総理とかってわかるけど、<laughs> ならねえよな。<laughs> 芸能人じゃん。<laughs> いや、わかんない。俺だけにしてないだけで、おいしさんにしてるのかもしれないけど、それだったらまだ救いようがあるけど、してなかったら、俺それはしないから、おじさん。<laughs> してなかったらウケるよな。栗谷くん、栗谷知らねえらしいよ。 あの、あの番組が終わった後に、ねえねえ T シャツの件って何ですかって聞いたらしいよ。<laughs> 何が起こってるんですかって。おめえらがクスクソみたいなコメント連投したせいで。<laughs> あいつはイエローキャブなんだから、そのタレント活動以外の重、重、重さを背負わせないでくれ。な頼むから。あいつの笑顔が見たい。俺は。 誰がドワンゴ運営してんだよ。わかんねわかんね誰が運営、本当は誰が運営してんだろうな。誰なの、黒幕は。夏野もさ、マスコットじゃん。栗田もグラビアアイドルじゃん。誰が運営してんだろうな。運営母体。 を懲戒機には二度と出ない <laughs> 言わねえじゃん、普通こんなこと。言わなくない普通だったらさ、言わなくない言う必要ってないじゃん。多分ものすごい憎悪な感情、何かされた以外に、こういうことって言わなくない二度と出ないって。よっぽどだぞ。あいつなんか人の悪口なら言わねえのに、多分。しかもさ、タチワリーのさ悪意があってやってること、 悪意があってさ、やってるんだったらさ、謝罪して終わりだけどさ、多分天然でやってるっていうのが怖いよね。<laughs> ほんと可哀想だよ。てか俺当時さ、マジ、ほん、なんで俺たちが戦わなきゃいけねえんだよ、みたいなさ、本気で思ってたふざけんじゃねえぞ、バーカ野郎てめえ、ドワンゴがガチャガチャ決めたくせに。知らねえよ、バーカ,ーバーカーつって。俺マジ思ってたからな。てめえ、この野郎、この件で俺燃やしてきたら、おめえらマジ全部バカルすっかんなと思って。なん <laughs> なら、売りますっていうの知ったのそ、その番組始まる1時間前だからな。えなんかそういうのってこんな突然決まるのみたいな。 所詮俺も駒。ちょっとさ、で俺、で、ここでアベマ上げるとなんか俺がアベマ行きたいみたいになる、流れるのがすげえ嫌なんだけど。で、ちょっと一個だけアベマ上げていい許されるよアベマは上げ発言。このニコニコ生放送で。お前もついにニコ生捨てたなって思わせいとしいんだけど、この前なんかアベマで打ち合わせしてきて、つい先日。<laughs> いや、加藤さん,なんとか番組、 やってほしいんですけど、みたいな話で。いや、でもちょっとなんか、その、今自分的にはこういう状況、ま、その実家の状況とかも全部話して、わかりましたと。じゃあ、え、加藤さん、何曜日だったら配信できるんですかみたいな話になって、僕、週末と月曜日は個人配信してるんで一切出たくないです、みたいな話で。わかりました。じゃあ火曜日開けます、みたいな話で。曜日も全部スケジューリングしてくれて、わかりました。じゃあ火曜日開けます。じゃあ火曜日の22時、どうですかって。 海分二十日どうですかって。なんからそういうことされるとさ、もうドワンゴの、ギャラドワンゴの5倍もらう、5倍だよ。なんからもうそうやって言われちゃったらさ、俺心が動いちゃうじゃん、ほんとに。俺だってさ、こんなたくながるあの、並べながら、なんやかいやでニコ生を愛し、今現時点で俺ニコ生で放送してるわけじゃん。で、アベマってなんか豪華絢爛なさスタジオで番組撮りたがるじゃん。なんかちょっと、なんか、 きたね。四畳半とかいいっすね。みたいな。わかりました。みたいな <laughs> なんか、そうやってさ、嘘でもいいじゃん。別にその願いが叶わなくてもいいじゃん。大、でも大事にしてるよっていう、社交事例ってすげえ大事じゃん。そしたら僕もわかりましたよって。なるわけじゃん。僕も。なっちゃうじゃん。そんなの。共演者は誰がいいですか いや、演者いりません。僕一人で出させてくださいって言ったら、わかりましたってなったらさ、いやブス、なんでそんなに聞き分けいいのみたいな。なるだろうブスだけど、すげえ言うこと聞く女って情が湧いてくるだろう。何こいつなんでドワンゴがこんなに純に対抗悪すんだあ、みんなのせいもあるでしょおめえらがガチャガチャ。おいおい、てめえクリタおいおめえよ超会議成功したのはよ純のおかげなのによふざけんな、てめえ、この野郎 髪の毛ピンク色染めてる両輪なんか呼び、呼びやがってみたいな。やっぱコメントするから、わずら、もう、鬱陶しいっしょ、俺が多分。ドワンゴやばいっしょ。マジでやばいっしょ。でもそれはおもろくないちょっとやばいの。だってさ、みんな聞きたくなくないいや、さ、ベママジでさ、芸能人と一緒の楽屋でさ、でっか 8条綺麗のガキがでさ常に弁当置いてあってさうん、まい差し入れあってさギャラも高くてマジで超幸せなんですけどっていうっていうよりあのやろ俺の使ってよ俺の顔使って T シャツ作りやがっててめ7000で売りやがって俺に一円も払ってんじてめえどういうことだよあの方が面白くない <laughs> 俺にとってはベストパートナーなんだね。 正直。ざげんじゃねえぞってねえ、こんなやろくるたグラビアアイドルみたいな顔しやがってみたいな。そっちの方がまあ、おもろいから、俺は、正直ありがたいんだけど。で、よくされたらさ、俺、担がれたくないから、とにかく。嫌なの。俺、担がれんの。音楽を T シャツ売り上げの件。なんかさ、ドワンゴから広報があったらしい俺まだそのページ見れてねえんだけど。ドワンゴから広報があったらしいよ。 おのおの見ておくように。おのおの。なんかその音楽後の T シャツについてちょっと加藤さんの口から言っていただけませんかねみたいな感じだったけど。あ、無理です無理です。俺関係ないんでやめてください。<laughs> もうすぐに通したあ、嫌です。嫌です。関わりたくないです。って。<laughs> 勝手にそっちにやってください。僕関係ないんで。って手冷たく言った。俺は。な、その内容まだ見れてるんだよな。いくら、何枚売れてるか発表したねあれ、えぐくない あで出たんだょっとそのページ見せてくんねそのページ5月16日の番組内で売上金の一部を番組制が作費とすることを前提として、うん、売上の取り扱いについて幸せなご報告が遅れておりましたこともここで申し訳ございませんでした売上の,売上金の取り扱いについては販売枚数が確定した後石正氏と加藤実身の両事務所をご案内からご提案させていただくこといやいやちょっといやあのねこの件に関しては俺もうなんかその ペライ 1, 1枚もらったから別になんか、その今なんかどうこう思ってるってことは本当にないんだけど、これさ、販売枚数が確定した後に、その、契約書告わっておかしくないか本当に。え、そういうもんなのかな俺がなんかもしかしたら世間知らずのだけなのかもしれない。<laughs> それため正確な情報が報告されてないことで、出演者並び、ユーザー皆さんご心配をおかけしました。重ねてお詫び申し上げます。着きました。裏金とそれが好きなんご報告させていただきます。<laughs> えー、ニコラマクソ音楽王 T シャツフルパーファイトの1237枚。<laughs> <laughs> おいちょっとこれ俺計算できないんだけどこれいくらになんの1237入ってこれやばくねえか <laughs> 売り上げ券から必要軽視 T シャツ製作費出演者ロイヤリティ販売手数料等差し引いた残りを番組製作費としてあだって T シャツ製作費出演者ロイヤリティ販売手数料等を差し引いた残りを番組製作費にて今後利用しますだってちょっと俺もなんか別になんかほんみんなからそのドワンゴから直接話聞いたわけじゃねえからだってよ <laughs> もういいよ。そんな俺だって通ってなんだよって今言おうと思ったけど、別にもうそれ、お前 <laughs>、<laughs> おいてめえ、通ってなんだよってもう言わなくてもうめんどくせえよ俺。<laughs> やだ、俺関係ないとこでみんなでやって。俺もうやだ、俺この件について一切関わりません。だから俺、やなの、俺はだから関わりたくなかったの。俺もう、金輪際この件については関わりません。僕関係ありません。ちなみに俺のロイヤリティは全部 CD に。 ぶっ込みました。嘘いつあり、ありません。僕見せてもいいです。<laughs> 僕の、僕に入った事務所のロイヤリティは全部 CD にぶっ込みました。え、でもみんなこれ逆説を唱えて考えるよ。おい、違う。かっこよくないんだ。っていうことは、発作にだっつってくる。すいません。そんなことはなんかあれでしょうかよ、そんなのはな <laughs> そんなの言わせんなよ、俺に。そんな。 いいのブラブラブラ、うん別わ分かんない。じゃあ俺ってやっぱりさ、性格悪いじゃん、俺って。仮に汚いからもしかしたら、うん、すごいいっぱいもらってるけど、そうやって言ってったかもしんないよってこと別にいいじゃん、もうそれは。なもらいました。なんでしっかり。僕はもう何にも文句ありません。